ロックアップ100年とかにすれば彼氏ずっといてくれるじゃんっていうのを、なんかその時にその起業家の先輩と考えて、じゃあ彼氏の会社を買収したらいいねっていうのが一つのまあ目標っていうふうになりました。好きなことを仕事にしようと思って仕事にしていたというよりは、彼氏のことばっかりを考えていて、彼氏を束縛したり、彼氏にずっと好きでいてもらうためにどうしたらいいかって考えていった、うちの延長線に仕事があるというか、仕事も一つの手段、彼氏を束縛するための一つの手段としてなんか仕事をしているのかなという感覚です。彼氏の会社の役員になりたいっていうのは、ずっと変わらず今の目標で、それとは別に一つ、彼氏の会社を買収するっていう目標も、面白いなと思って目指しているもので、彼氏の会社を買収したい理由としては、なんか一つ、なんか、結構彼氏と今5年ぐらい付き合ってるんですけど、結婚しないのかって、結構聞かれることが増えてきて、で、なんか結婚に対してなんか私はあんまり信用をしていなくて、離婚簡単にできてしまうといえばできてしまうので、なんかその彼氏をつなぎ止めておく手段としては弱いなっていうのを昔から結構思っていました。他に何かいい方法がないかなっていうのをずっと考えていた時に、起業家の先輩から、会社を買収したり買収された時って代表がそのロックアップの期間っていうのがあって、その会社に最低何年はいないといけないよっていう条項が契約でつけられることが多いんだよっていうのを教えてもらって、でその期間に辞めたりすると結構大変なことになるから絶対辞めれないんだみたいな話を聞いて、あ、ロックアップ100年とかにすれば彼氏ずっといてくれるじゃんっていうのを、なんかその時にその起業家の先輩と考えて、じゃあ彼氏の会社を買収したらいいねっていうのが一つのまあ目標っていうふうになりました。一番メインでやってるのはプロダクトの、方針を決めたり、方針を決めたりする仕事で、どんな新機能を付け加えるかっていうのとか、既存である、もののどこを直したらいいのかっていうのを決めたりしていて、どんな風に直していくのかとか、どんな機能をどんな風につけていくのかっていうのを決めるような仕事がメインです。ユーザーへのヒアリングは、もちろん、やっているんですけど、私自身がかなりプロダクトを使うっていうのは普段からよくしています。で、私自身が、ちょっといいか悪いかっていうのはあるんですけど、ターゲット、メインターゲットになっているので、一番のヘビーユーザーとしてどこが、微妙なのかとか、どこがいいのかみたいなところはなんか常に見れるようにしています。ユーザーヒアリングをしていて、ユーザーの方から言ってもらうことがほぼなんか共感できるとか、そうだよねってなったりして、そうだよねってなることがすごく多いです。逆になんかその周りの大人からこうした方がいいよって言われたアドバイスを聞いて、でもちょっと自分ではなんかユーザーは違うんじゃないかなって思ってたことが逆に正しかったってこととかは多かったりはするので、なんか難しいところではあるんですけど、なんかそういうことの方が多かったりはします。メンヘラテクノロジーっていう言葉自体は私がなんかつけたものではなくて、メディアアーティストの市原悦子さんっていう方になんか私がやってる研究とかを話した時に、メンヘラテクノロジーじゃんって言われて、その言葉が気に入ってつけたんですけど、やっぱり私自身が技術はすごく好きで、自分が専攻でやってた自然言語処理だったり、今やってる統計とかも好きなんですけど、なんか技術を何かしら使っていけたらいいなっていう気持ちはあります。メンヘラ先輩は病んだ時に気軽に安心して相談できる場所がないっていう課題を解決したいサービスです。私が一番悩んでたものというか、ずっと長い間、抱えてた課題っていうのがそれなので、それを純粋に解決するプロダクトを作りたいなと思って作る、こういう気軽に相談できるサービス欲しいなって思ってたっていうのは結構言っていただけました。やっぱり値段帯のところだったり、安全性のところだったりっていうのはまだまだ私たちも、よく思っている通りに実現できているかっていうとそうではないんですけど、そこっていうのの実現がやっぱり難しいんだろうなと思いました。一つはなんかその今、結構多分増えているのが、身の回りの家族とか友達とかに話しづらいからネットで話を聞いてくれる人を探そうっていう人たちが結構多くなってるのかなと思ってて、ただその、
方法って、必ずしも安全じゃなくてやっぱり傷つくことを言われてしまったり、まあ、トラブルに巻き込まれちゃったりっていうことを、まあ、経験する子たちも多いのかなと思ってて、なんかそういう人たちが少しでも減るようなプロダクトにしたいなっていうのがまず一つあって、そのためにもやっぱり先ほどあったメンヘラテクノロジーのテクノロジーの部分で、安全性とかっていうのをうまく担保できるような仕組みを作っていきたいっていうのが一つ強くあります。相談サービスなのでよくイメージされるのは、なんか具体的にこういう相談の、なんかこういうことで悩んでてそれを解決するみたいな形を想定されることが多いんですけど、実際使ってくれてるユーザーさんって結構雑談する方とかが多くて、でその中でもなんか雑談をどんな雑談してるのかとか、どんな気持ちなのかみたいなのをヒアリングした時に、なんかその普段だと寂しくて、なんかその暇になるのがすごく怖くて散財をしてしまったり、なんかまあ飲み歩いちゃったりしてそれで自己嫌悪に陥っちゃうけど、まあ仲のいいその話し相手の先輩を見つけてから、なんかそのめっちゃ毎日話すわけではないけど、その気持ちがなんかいつでも話を聞いてもらえる環境があるっていう安心感から、結構その気持ちが寂しさとかが楽になったよっていう声を聞いた時に、なんか本当に結構それが作りたかったものだったので、嬉しかったです。